声の調子がおかしい。なるね、やっぱりおかしいね。ワイド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 、はい、なんでインターネットか。いや違いますよ、ホイティさんの子供の学園祭があって笛の調子がおかしいんですよ。あ、いや、だだだかしてみた。あ、うん、だ吹いてみようやど。あ、よっしゃ、あ、わかった。どうぞ、ドキドキよ、せーの、どーれー。なに今の、みんなとね、ハゲちゃべん、替えのパンツ。フリムーンラジオ、はい、今日も行きますよ。コケコッコー。なんでそれ、約束してるわ。あれ、あっちのチキン屋のネネと約束。ああ、チキン屋のネネとね、あそこと、はいはいはい、あるし、はい、もう、はい、メンバーに前もって言ってくれればいいの。な、今週もいろんなことあったね、もう楽しかったさ。もう、はい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 、じゃあそれですぐ紹介行こうね。はいはい、じゃあハイサイリンとロウルマリンの MC モミエビン。はい、モミ、いや、今日初めて見たんだけど、あんなに黒くて立派で結構硬いんだね。あ、ちょんまげの話ね、今夜もよろしく、ホワイティーにしてやれー。いや、そこらにんのや、いやな。はいはい、次、はい、はいはい、ですね、ちょっと今日面白い企画しててね、緊張してます、エコザイロです、よろしくお願いします。パキトンダオリ、はい、あっさ、先週ね、キングス負けてしまいましたけど、今週最終戦ありますので皆さんで行きましょう。オロクナイタチャーことコータです。はい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 、はい、はい、皆さんこんばんは、昨日から、右口端に思われおできができています。何ですみんなのイケペー、ミンペです。いや、もうニキビにいらんのこれ、ニーブタ。思われニーブタって何もロマンチック。はいはい、じゃあこ、はい、こ今週の、はい、メニューは、メニュー、はい、メニューは、ね、今日ちょっとゲストの方ですね、最初から入ってもらってるので、ちょっといろんなトークしながら、またちょっとした企画も考えてます。ゲスト大丈夫ですかね。大丈夫よ、大丈夫かな、うん、大丈夫、大丈夫よ、あ、大丈夫大丈夫、ちょっとフォローしますんで。はい、はい、で、また今日なんかハイバル姉さんもすごい張り切ってきてるので。あ、そうね、あ、よろしくお願いします。はい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 、はい、あとですね、40分頃またちょっと名古屋とね、電話中継つなぎますんで、和やかに、和やかにね、はい、今日は滑り、滑るかな、大丈夫かな、滑らしたいね、今日滑るかな、うん、滑ってほしいですね、ね。じゃあコータ、あとお願い。はい、メールアドレスが、moon@fmgino1.com moon@fmgino1.com となっておりますので、皆さんどんどん、何だったっけ今日のテーマ、スマホ、スマホだったっけ、スマホでやらかした、スマホでやらかした、スマホでやらかしたことです、今日テーマ。え、これで思い出すが、終わった後しがよ、うんうん、あのスケベー祭と開いてから、これ、あ、じゃあこれ放送扱いやる、うん、オッケーオッケー、はい、楽屋でやろ、はい、ツイキャスでひふみさんからコケコッコ、コケコッコだけ。ありがとうね、早くも反響が。はいはい、はい、今日はあれだね、はい、ゲストには出ないって言うけど、あのガラスの向こうに、え、リーネーネーが来てるけどね、ね、あ、泉&弥生の違う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 、あれ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 、似てるね、バージョン、似てる似てる、内地バージョン、似てる似てる、泉&弥生の内地バージョン、内地バージョン、上品にした、だからね、うん、もうすごい素敵な方だよ、うん、学校の教師ってよ、へえ、うん、すごい、何を教えてるか、保健体育しか教えないんじゃないか。あ、実技の方。実技よ。はい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 、はい、それでは、はい、で今日は4組目のアーティストゲストじゃないですか、だからね、あ、5組目、だから、なるかね、僕来た瞬間ちょっとドキドキが止まらないですけど、ね、うん、だからは不整脈、不整脈だよ、そう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 、お医者様から言われたらお薬は飲みなさいって言ってる、だからよ、もう心配よ、今日飲まないで来たからデジだってさ、うん、終わりにノーマクエンかけとさ、ノートよ、マクリ、マクマクマク炎症から止まって、ノーマクエン、はい、次、はい、待て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 、じゃあどうしましょうか、じゃあ早速ゲストさん行っちゃいましょうかね、はい、じゃあ、はい、
長ガネコマヨさん、みんながマヨと呼ばれてるんですけど、これエコさんが言うんですよ。はい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 、今じゃないですか。いやいや、誰もみんな分からんかなと思って、あで一応沖縄中心に歌手とあとインストラクターとかとイベントをねでいろいろやってて、じゃあはい、インストラクターなんのインストラクター。ちょっと待って待って、それを聞くために、あちょっと待って、来るわけ今のことや。もう本人が入ってもらってね、今の聞かなかったのことにしてね。はいはい、これを含めて、うん、フリムーンラジオ、うん、はい、だからね、うん、はいはいはい、はい、今日のゲストはマヨさんでーす。はい、お願いします。マヨマヨって伸ばしたくてい、はい、お願いします。マヨマヨはい、お願いします。マヨとクリーム、早速だから、じゃあなんかだからインストラクターとかって言ってるじゃん。だからね、何のインストラクターやってるんですか。はい、うん、ズンバってわかります？あー聞いたことはあるけど、ダンスフィットネスなんですけど、そうなんです。わかります。掃除機じゃない。あれはルンバ。そう、違う違う、ズンバってラテンの音楽で、はい、何ですか、もっとラテンの音楽いい、まあ、大丈夫。やだ、助けて誰か。あれ一人アウェーだぜ。何ですか。だからルンバってどんな踊りかね。ルンバじゃない、ルンバじゃない、ズンバ、ズンバ、話が進まん。ズンバよ。ズンバっていうのはラテンの音楽で体を動かしてシェイプアップする。腰振ったりするの。そう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 ですね。骨盤とか。あ、ランバダチックな。え？え？ダンバダみたいの。ダンバダ。ダンバダだった。腰をこう。ああ、ああいうのとはまたちょっと違うんですけど。宮城姉妹チックな。あ、ああいう感じもちょっと含まれますね。はいはいはい。サンバみたいなのもあったり、あとフラダンスとか、あとはフラメンコみたいな要素が入ったり。それを前は。先生してます、はい。あ、そうだよ。そうなんですよ。どこで教えてる？今は宜野湾と那覇で教えてますね。はい、来月から沖縄市で。これは免許が必要なの？そうです、資格が。資格ある。はい、必要で、去年の夏ちょっと取りに内地の方に行ってきて、それですぐ始めましたね、インストラクターを。すごい、はい、これは生徒さんは男女比率はどんなもんですか。はい、あ、女性が一番多いです。女性がほぼ8割9割あれね、なんていうの、ダイエット目的で、うん、そうですね、主婦の方が多いですかね。あとなんかストレス発散にもなるので、なんか結構みんな また踊りたい、また踊りたいって言って、そうそうそう、それで通ってくださってますね。これは僕体験に言ったよ、できますか。できます。言ったよ今入店って言うんです。びっくりしたよ。見せてつけたらなんか違うかなと思って。はい、できます。体験入会じゃない、どっちかって。もういいさ、これは。なんでよ。うん、来てください。足つぎ割ったもやってみようや、一回や。だから、うん、俺最近痩せたいなと思ってて。あ、痩せたいな。昔から痩せたいなと思ってるけどよ。だから、ちょっと後から LINE 交換しようかな。あー、はいはい。ワンマイから分かるよ、一緒に飲んでるのに。覚えてないんでしょ、でも。だからひどい。もう5回くらい拍した。うん、いっぱいされたのに。あれ、いっぱいされたのか。いや、ローガンいっぱいされたのは勝ち目なりぬや。せでいいですか。逮捕されてすぐ。そう。あ、じゃあインストラクターをしつつのアーティスト。歌。あ、歌も。そうですね、歌と。そしてこっちでまたラジオと司会とか、はい、させていただいてます。あれ、すごいね。出身はギロワンも。はい、そうです。え、ギロワン出身。ギロワン、ギロワンらしいよ。あ、で、ガネコでしょ。はい、宜野湾のガネコ。元都知事、旧姓ガネコ。え、旧姓ガネコに。じゃあもしかしたらなんかね、繋がってるかもしれないですよ。怖いからもうこれなしよ。ちょっと待って、カフ下げてから一回名前言ってみて。知ってるかもしれない。あ、じゃあはい、レイジ来てるよ。はい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 、下げる。大丈夫、大丈夫、大丈夫よ。あらあら、でもね、言わんければよかった。なんか、だからさっきから言って見た感じ、中森和也さんと玉城美香の愛の子の授業や。愛の子って今放送禁止用語です。あ、そうね。そうなんだ。ジュニな。可愛らしい、癒し系の顔してます。だからや、何歳の時に、あ、自分可愛いって分かったの。超前。超前。超前でしょうね。そんなことないです。でも人前に出るようになったのが4歳からなので。ああ、それでなんか、え、それまでは閉じ込められてたの。え、私の言葉がちょっと足りなかったですか。何でしょう。スクールに入ってたんですよ、私。タレントスクールに4歳から18年間、いや、沖縄タレントアカデミーっていう場所があって。俺と一緒やし。お、
あ、ごめんなさい。はいはい、もう CM 行くよ、はい。大丈夫、あと5分ある、5分あるから。5分ある？あと5分あるから大丈夫よ。どこ見たらいいか。あ、赤なんかあれ。あ、赤、赤、これ関係ない、大丈夫だよ。あ、関係ない、OK、OK、はいはいはい。若い無にしてごめんなさい、はい。乗っていい時と悪い時あるから。あ悪い癖だよ。いや、ちゃう、まあいいや。今だから歌とか歌ってるけどどっかで。あ、そうですね。一人今はもうフリーになったので、ちょっとそうですね。皆さん助けていただいていろんなところで歌わさせていただいて。今度またギノマンのなんか新年会とかあったらお願い歌ってあげて。おお。いや。はい。この時や。ぜひ、うん、歌いたいです。はい。前この前歌わせばよかったや。だ CD 見てみよう。あ、これはい。CD。はい、いつだったっけ出したの。いつだったっけ分かってみや。14年のエイプリルフールに出しました。あ、そうだ、そう、4月1日に。そうなんです、これ出してお願いします。はい、そう、そうそうそう、これあっしゃびよ、一応かぎるね、後ろ、イエーイ、ガネコマよ、はいはいはい、加工されてるのかな。あっち、あっちがいいかな、あっちがいいかな、どこ、あっちがいいかな、あー、あっちがいいかな、そうなんです、はい、はい、これも神戸と大阪と名古屋に歌いに行った時に完売、はい、して、内地の方がやっぱ結構聴いてくださいますね。沖縄っぽい歌なんで、なるほど、なになに、いやいやいや、本当だよ、なんで笑ってんの、あ、ゲップしてしまった、あちょっと笑ってます、ゲップしてねえだ、あと、あとね、Amazon で、検索入れて、タカラレコードとキャンパスで確か売ってる、 あ、 ありがとうございます。タカラレコードしか分かってなかった、自分は言わないでキャンパスで言わないです、はい、あ、びっくりした、最後の最後の1枚だったキャンパスで、へー、そうだな、やっと探した、あ、これ買ってきたっけな、おう、あげちょよ、あさばよ、俺後からもらおうかなと思って、あげるか。見てごらん、前をうんもしてる、うんもうんもうんもしてられる、うんも、かわいくわさ。でもすごいっすよね、なんか資格もいっぱい持ってるんですよね。そうですね、あと介護福祉士とか、ね、今見たら俺と一緒、あ、介護福祉も持ってる、俺も持ってる、これ本当だよ、誰が、俺介護福祉持ってるよ、すごい、そうなんですか、わあ。俺も高校の時に取った、あ、一緒だ、一緒だ、同じ高校ですか、じゃない、あ、じゃない、さっき見た、あ、そうなんですね、おお。俺あそこじゃない、あ、俺糸満、え、あ、いや、後でちょっと教えてください。じゃあ、前を、はい、モーミーおじさんがもう、なんかあった時も立てなくなったら介護お願いね。あー、わかりました。やめたほうがいいよ。なんでよいしょ、あーな、介護されたやつさ。いや、デージだと、やだ、いやだ、いや、デージだ、さ、なんか一応メール一件読んでいいですか、うん、はいはい、はい、お願いします。泉佐野の特急サザンさんですね。テーマ、スマホでしでかしたことということですが、 LINE でメッセージを送るとき、よく字を間違えて送るときがありますね。それとスマホを足で踏んでスマホの画面を割ってしまったことが2回ありました。話変わりますが、先週の放送で僕の年齢のことを言ってましたが、僕は今年51歳ですよ。では5月の連休、沖縄に行くので番組見学しに行きますということです。はいはい、また来てくださいね。51歳なんだね、うん、若く見えるよ、やだからびっくりした。あー、はいはいはい、もうモーニング8にも出さねえのに、あ、この人、すごいよ、そうなんですか、ね、送ってきてください、メール、うんうん、よろしくお願いしますって、お願いします、月曜日朝やってますので、マーヨーガ、マーヨーガ、第一でもツイキャスで見られるし、あ、そうですね、そうだね、はい、何マル？ダジマル？はぁ、なんかサイマルな、サイマルだった、サイマルラジオ、あ、まだか、あれ、パソコンでしかやってない、あー、ジュンサイマル、サイマルラジオ、サイマルラジオ、うん、サイマルラジオね、やってるんだけど、今ちょっと整備中、あー、なるほどね、これができたらいいけどや、ね歌も全部聞こえるし、CM も全部、そうですね、うん、はい、でもあれだね、これ今流れてるやつが、あ、はい、私が歌ってます、君にゆがなびらという曲ですね、いいね、癒し系やつさ、やイエーイ、わさびも、俺明日からでいいから、寝る前にちょっと歌ってほしいやつ。明日からでいいから。今日じゃあ俺も今日はあの練習があるから、今日はちょっと俺帰ろうせんから。あらの前をヒリヒリ壊しや。あれすごい。でもさ、なんか今日なんかさっき言ってたさ、ハヤバル姉さんが今日張り切ってるってから。
焼くとや。なんか一応もう準備してるみたいだから、なんか張り切ってるでしょ。ステージ張り切ってる。びっくりした。OK、だよ。もうマヨがどまぎるね。はい、バルネさんみたいな。とりあえずここで一回 CM 行って、姉さん入れるか入れないか考えてから。やっさや。CM 明け、あのどうするかっていうことを皆さんお伝えしますので。はいはいはい。一旦 CM です。じゃあ CM 行こうね。はい。はい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 、やってまいりました。はやばる姉さん、今日張り切ってるの？気のせいよ。じゃあ待って待って、いつも通りの通常運転よ。あのさ、何なのよ。いつもはだいたいこの曲が流れるぐらいまで外にいるさ。だいたいそうね。うん、今日なんでここにすぐ立ってたの？ここにってわからないね、もう入って待ってたさ、ずっと。いや、私もこう見てプロだから。ああ、そう、事前に準備するわよ。ただね、今日ね、姉さんちょっとご機嫌スラッシュよ。スラッシュなの、斜めじゃなくてスラッシュ。あのね、ポットでの新人ちゃんかしら、あの、私を見るならビクッてしたんだよ。超失礼したね。そうですね、ゲストが来てるんでね。誰なのよ、紹介しなさいよ。紹介しましょうか。今あれですよ、巷で噂のマーヨー。知らないわよ。知って今日で。あなたずっと笑ってるわよね。これラジオを聞いてる人に伝えたい。あれなの、清原してんの？してない。してないの？じゃあいいわよ。清原で伝わるんだね。伝わります。よかったよかった。すごいですね。もうこんな感じ。ハイバル姉さん、でもどうすか、姉さん的に。あのグレーゾーンでどうすか。無理ね、この子はまだ。なんで純すぎるの。もっと汚い恋愛とかいっぱいした方がいい。まだまだまっすぐ。あ、教えてください。もうちょっと腹が黒くならないといけないってことね。じゃあ、あ、そうなんだ。そうそうそう。腹黒くなったら何ですか、認めてもらえるんですか。そう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 。いや、腹黒いわよ、十分。おお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 ありがとうございます。ただね、汚い恋しないとダメ。うん、汚い恋、うん、人のもん取ったりとか。いやうわはい。日によって人を使い分けるとかね。すごい、はい、わかりました。まあ本当はやってんでしょうけどね。まあまあまあ、ねえ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 って俺は言えないけどね。面白い。じゃあ姉さん、じゃあのメール来てるんで読みましょうかね。あら、今日も来てんの。じゃあ、あのですね、ハイバル姉さん、こんばんみ。こんばんみ。関西姉さんよ。あら、この子常連だよね。最近かしら、開演祭の花火見に行ってきたのよ。一人で関西から来たんだね。お店の人たちとだけどね、来年は好きな人と見に行きたいわ。ハイバル姉さんは花火見に行きました？それでは最後まで頑張ってくださいってことです。なるほど。そうね、もうなんか姉さん花火見に行きました？私自体の存在が花火みたいなもんだから。そうだね、燃えて散るのが花よ。そういう感じだね、あー、こうちゃんにはちょっと難しかったかしら。そうね。じゃあ次ですね、フェーバル姉さん、フリムンの皆さん、こんばんみ。こんばんみ流行ってるの最近。ラジオネーム三代メンソールブラザートムさん。三代目メンソールブラザートムさん、ありがとう、はい、どうも。そういえばこの前、泉崎周辺で姉さんに似た人を見かけたのですが、あれは、幻でしょうか、それとも某
RB 丸で喋っているくもじ姉さんでしょうか。丸つけなくてよかったんじゃない。もし花もし姉さんでしたら お声をかければよかったです。今度お店も訪問させていただきますね。最後までペロンチョということで。ペロンチョ、最後のペロンチョね。ペロンチョね。私この人知ってんだけど、うん、この子知ってんだけど、はい、ペロンチョとかいうタイプじゃないんだけどね。あれね、そうなの、いわゆる投稿だけ番長ってやつ。あー、うん、番長ね。リスナーにいっぱいいんのよ。そっか。実際に会ったおとなしい子分、うん、あ、なるほど。じゃあここでちょっとあのマーヨーにもメール読んでもらおうかなと思ったんですけど、あらあら、さっき渡したんですけど、いいっすか、読めるのかしら。いいですか、来なさいよ。よし、認めてもらいたい。行きます。行きます。あなた夜の放送だからってちょっと違う。そこは節度守りなさいよ。本当にとんたピッチだわ。はい、読みます。はい、はい、あら、もう一回言わないのか。はい、いつも素敵なハエバル姉さん、ご機嫌うるわしゅう、うるわしゅ、こんばんぽ、モアイ大好きひとみこちゃんです。あらら、実は私本日誕生日を迎え40歳になったのですが、突然ハエバル姉さんみたいな大人エレガントな女性になれません。あ、全然ハエバル姉さんみたいな大人エレガントな女性になれません。どうしたらなれますか。アラフォーのたしなみとかありましたらご教授願いますと来てますよ。あら、ひとみこちゃん誕生日なのね。おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。イケペも今月みたいよ。あ、姉さんイケペ知ってるの。セフレ。待って待って待って、ぶっ込みすぎだから。いいねいいねいいね。ね、ハエバル姉さん、ちょっと、もう一回呼んでいい？ちょっと待って。マヨ、意外とこういう話好きなのね。じわじわくる、待って、やばい。あ、じゃあ、ひとみこちゃんに最後だけアドバイスね。うん、色気でしょ？色気。色気だね。あのね、腕毛よ。あ、腕毛ね。エクステ、エクステ。はい、エクステ。そうそう、すごいね、これ。じゃあ、姉さんも、今日はもう、ちょっと、笑いすぎたってことで。あのね、うん、マヨの裏の面、裏マヨ見れたから、もう、ね、今日はいいわよ。はい。じゃあ、また来週でーす。来週ね。この振り物の番組やって順にわたふらーと思われてないかや。だっからよ、リスナーまでみんな振り物封じになって、そろそろ振り物ラジオ終わるんじゃないか。はい、ノガマリは振り物の人大好き、もえもえキュン。振り物でよかったっすね。よかった、ほんまにつく感じを見せたよ。フリムーンラジオ。これさ、あのさ、言っていい、うん、あの始まる前に、うん、これ長いね、やっぱね、ジングルね。ジングルな、うん。この間を今日させるか、落ちてみるか。長いし、長いし、声汚いし、笑い方よって思ったよ。多分、俺まだ前のことそんな知らないですけど、ええ、結構スケベ話好き。いやいやいや、多分ですよ、多分ですよ。え、でも、ね、さっきあのハエバル姉さんも結構笑ってたから、まあいけるんだろうな、みたいな。あれ、ハエバル姉さんすごいじゃん。手よ、毛よ。だからあれ何？手毛よ、手毛。あれ何言って、あれ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 ってすごいっすね。お通しで使うんだよあれ。帰った後もろ掃除しないとダメだよこっちは。剣バサバサしやデージ、うん、あれあれじゃない、月曜日の朝とか大変じゃない。あ、それでか。そうそうそう、それだから落ちてるこれよ。じゃあ今日のテーマは何でしたっけ。はい、今日のテーマはスマホでやらかしたことですね。あ、うん、そうだ、ちょっといいですか、一つ、うん、最近の
僕のやらかしたこと、うん、はいはい、あの家で晩酌してて、うん、Facebook で知り合いかもってバババババって出るさん、はい、酔っ払ってるしから、うん、もう適当にボボボボボンってやってたらなんと元カノにやってたやらかしてる。そしてデージやらかさん先週連絡が来て承認 OK になってアンデブを知らんふうなしとけばいいのにと。やばい、上等さ、上等くない寄ってたんですか本当に。え、なにやってくれ。その子の登録がローマ字だったわけ、うん、はい、もうベロンベロンだったから、うん、もう呼んでもいないし、もうポン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 ってやって酔っ払いって、だから、さっきの話に戻るけど最初の終わった私我がのスケベー最初にしてからさあ、言ってた。これよ、これあの解除するには電話かけてくださいってから脳源電話かけたんだよ。やばいパターンのやつだね。何それ、電話かけたから、でまた3万円いくらか取られるって言ってたってよ。これ終わった年はほらあれはこれチューバーローやベーってよ、ヤギのネイビスがいっちくるびかよ足あっちが消すってよ。また今度男の人が電話かかってくるさ、ベーって押すとヤギのネイビスくるびかったあと来なくなってたに電話DJ ああいうのは読んだらダメだからね、皆さんもシケベーサイトには気をつけましょ う、ね、もしこんな場合はヤギの真似してベーってそう、悪徳業者の皆さん聞きましたか、うん、今からヤギの声さんモービーさんの友達ってことですじゃあメール読んでいこうかな。はい、行きます。はい、倉敷ののんぺと申します。はい、のんぺさん、はい、ありがとうございます。はい、こんばんは。フリムーンラジオの皆さん、名古屋の皆さん元気ですか。はい、今日のテーマ、スマホでしでかしたこと。まずはガラケーの時に胸ポケットに入れていたガラケーを便器の中に、ジャボンと落として、臭いので水道でジャブジャブ洗ってショップへ持って行ったら何も使えません。データはおろか電源すら入らない状態でした。臭くなかったのかな、かっこわらと今でも思っています。あとはスマホになって初めて LINE をして、相手の電話番号と住所を誰でも見える状態で書き込みをしました。知らないと恐ろしいこともわからないんですね。人に聞いてすぐに消去しました。皆さん、スマホ初心者の人には教えてあげてくださいね。特にパソコンが苦手な世代には、世代には教えてあげてくださいということです。ね、皆さんまだ寒い日があるので風邪をひかないように頑張ってくださいね。またメールしますって。ありがとうございます。これと似てるのではもうスマホを便所に落としたわけさ刺さってるわけよ。え、待って、まあ、ピーだ、ピーだ、あらん、英雄のねえねえ、こんなこんなでしたからあれた持ち方が変わるよって、これしかよこれ今、ふと思ったんですけど刺さった瞬間に着信になってバイブ機能でブブブブブあ、バイブレータというもの歯ごわさよ刺さるんだ刺さるよだ刺してみよう、ダメだよボソッと刺さるんだトータルで霜が好きなんだね、うん、だからやピンク霜から茶色霜から茶色までみんなあやばい。じゃあ、はいはい、次、はい、はい、行きましょうね。ラジオネームゆいれる男&ゴーちゃん、メス、あ、皆さんこんばんは。こんばんは。スマホの失敗談、気をつけているのでほとんどないですが、たまに設定で音を大きくしすぎてメールが来た時に大きな音が鳴ってしまうことがたまにありますね。意識してない時に起きるので、いきなり鳴ったらびっくりしてしまいますよ。もちろん大きな音が鳴ったらすぐにマナーモードに切り替えてますよ。以上です、ありがとうございます。ありがとうございます。だ音でもだから先週あったさ、ワンガンマイクで兵庫のうちなんちゅうに写真送ったらって言ってからすぐバンネ来ててさすぐ放送中にピンポンピンポンピンポンヒッチ来てるわけよ。あ、青ティーハーティーチケット止めてからよ電撃って怒られてさ、もうあらあらあら、はいはい、大変。まあ失敗談とかあるね。スマホで、スマホで、スマホで失敗はあないですけど、あ、でも携帯でよくあるのはなんか道とかでナンパされて携帯の、うん、なんか携帯持ってるみたいな、 LINE 教えて、メアド教えてとか言って、携帯持ちながら持ってないですとか言ったら、なんで持ってるさとか言ってから、もうそれで強気で来られて、結構連絡先を、あ、そう昔は、あ、無理やり聞こすだけ。そうですね、こんな人とかいますよ。いやなスケベーターや、ケイさや、ハーコーさん、うん、前はなんか推しに弱そうな感じだからや認められるんじゃない。最近強くなろうと思ってます。だからもう本当その通りなんですよ。もう結構弱くて、あ、おじいスキーヘッドしてるやん。あ、じまちゃんにすごい
見た目からも、うん、分かりました分かりましたか分かったらダメだよ。分かったらダメ。はいはいはい、次、はい、次メール、はい、はい、次のメールいきます。はい、こんばんは、フリムーンラジオの皆さん、こんばんは、お疲れ様です。ネームギマです。はい、ギマ、ギマ、はい、今日のテーマ、スマホで指令化したことといえば、スマホを水に濡らしたことがあって、その時は大変でしたね。操作もできないので、電話もできない、メールもできない、超最悪でした。それでその時は携帯ショップも閉まっていて最悪、翌日は仕事どころじゃないね。朝一番で携帯ショップに行って、大会の携帯を借りて、ほっとした一日でした。かっこ笑。これありますよね、携帯に今一番水没させてる人多いんだけど。ないですか。ない、やったことない。この目井戸の落としたさ。え、井戸細かくポッチョにすごい。そしたら出てきました。あなたが落としたのは金ですか銀ですか。いい、いじっちゃったんだ。すごい。あれ何とかの泉じゃない。あ、そうか、井戸じゃない。井戸じゃない。あれ携帯あるでよ、や落として目の前にどこにあるっていうの分かるけど、これ紛失届けなさんとダメなんだよ。なんで取ったらいいさ。あれもう潜っていきよった、取れないわけよ。だからこれで、はいはい、次のメールは、はい、はい、行きましょうね。こんばんは、ラジオネーム分析10カゴです。はい、10カゴさん、はい。使って1ヶ月も経たないうちにセルカ棒に装着誤って落ちて画面バリバリ楽しい旅行のはずが真っ青に。でも保険入っていたので無料で修理というか新品に変えてもらいましたが、あの落下の瞬間スローモーションでした。あー落ちるみたいな。今はカバーを可愛いの諦めて、落下時ショック吸収できるカバーにしてます。セルカ棒って何ですか。あれよ、あの自撮り棒、あの韓国人とかいっぱい持ってる。おおディスってますね。でも待って、ディスってないですよ。そう、私も持ってます。はい、それそれ。あ、じっと、この人そのそうそうそう、それから、うん、みんなよっぽど自分好きだね。で、はい、一呼吸置いてよ。あ、好きです。でも、あれなんかこれで撮った人の見たら、うん、なんかドローンからの撮影みたいな。そうですよ、ね、新しい角度から、ね、うん、結構高いとこから撮れるんで、大人数とかだとあれ便利です ね、 こうカメラが見上げるみたいな形なのか、ね、長すぎてもダメだな、画面が見えないから。見えるよ、見えるよ。10メーターはないんじゃん。10メーターやりすぎじゃない、ちょっと高枝切りばさみじゃないジャパネットになる。まあ、あ、そうか、みんな上から撮れば、うん、顎のラインとかもバレるからね。そうそうそう、下げれますね。あ、これが、でもハギはバレるだろ。これバレる。はいはい、じゃあメール読んでいいですか。はいはい、フリムンラジオにお集まりの皆さん、サピリアンの皆さん、パキューン、タイガパキューン言って今パキューン、はいはいはい、東京から世田谷のコーラゼロです。よろしくお願いします。はいはい、ありがとうございます。スマホで、指定化したこと、かかってきた電話を登録しようとして夜中にうっかりリダイヤルしそうになった。胸ポケットに入れたら勝手に誰かに電話かかっていた。今のところはこれくらいですですんよ、で、あ、ですですです、はい、ニュースのコラムなど以前は話題になっていましたから、操作は慌ててやらないように心がけています。モーミーさんとかはたくさんありそうですね、うん、ラジオ楽しみにしています。だからあの刺さったって仕事刺さったのはいいよ、もうペンチとかと一緒に入れてるさ、うん、パカンパカンパカンしかもう着バネあちこちかける場合があるわけ、着信よ、うん、この前この前あの LINE だったから LINE に変わってってからよ、うん、あのリスナーのなんとか好きってるけどこれ番ねもう絵文字送ったわけは何ですかに状態の中バッペーよバッペーにバッペー単にこれ別になんとか好きは言ってよかったんじゃない今なんとか好き？なんとか好きか布団なんとかじゃないか。うん、布団。まあいいか。うん、この人に。はい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 。はい、じゃあ行きますか。ページ長い。はい、誰かこれ。下げれた読む。あれこっからか？違うだろ。こっからだよ。これ。だからさ。はい、タイトル池ペイさんに殴られる笑怖い笑、ラジオネーム池ペイさんをこよなく愛する笑。進撃のレイちゃん聞いてる場所サイマルから聞いてるナウ、はい、じゃあ本題です、はい、フリムーンの皆さん&ホワイティさん&エコスさん&ハイタチャーさん&、はい、ゲストのマヨちゃん、はい、そして森文さんとカカッキ、待ってレイちゃんお前人の名字載せるんだしかもさフリムーンの皆さんで
俺たちじゃ名前変えたけどフリムの皆さんじゃないんだはずだ俺なんかね生放送お疲れ様です、うん、コンバッキュンイヤンハーン進撃のメイちゃんでございます。明日から沖縄国際映画祭が始まりますね。特に話は広げません。ではスマホでやってしまったことですが、スマホがポケットからはみ出した瞬間に地面にスマホの画面部分にドーンと当たってしまい画面が粉々、画面が崩れてしまって泣き崩れてしまいました。皆さんもありますよね。ちなみに画面が割れたんですがスマホのサポートサービスに入っていたので無料で直せたので本当に良かったです。そんな私に、コウタさんのエロい感じのパッキュンが聞けると聞きましたがどうでしょうか。無茶なふりですいません。ではまた来週です。はい、お前臨界で覚えとけよ。お前我々は、リスナーの要望には必ず答えますのでコウタさんエロい感じのパッキュンお願いします。3219パッキュンこれお前ドリフ系じゃないの発射。いや、やっぱ答えるね、さすがだね。そうよ、答えないとどうするわけ。デジでよ、ほんとに。さっきごめん、俺あんま聞こえんかったけど、なんちった。お前、臨界で覚えとけよ、出た。じゃないじゃない、パッ、パッキョンパッキョンがいいよ、もう、ヘックあっちで。あれや、なんか準備してる。エコさん、何するの。はい、歌うわけ。生歌声聞けるの。歌うけど、初めて歌うので歌詞全部パッキュンに変えてね。で、自分も初めてだから、はい、あるだよ、あるだよ、早いとかさ、遅いとかさ、キーが合ってませんとか、すぐ言ってよ。いやすぐだよ。歌いながら半音ずれてますって言ってよ。ちなみに大丈夫やんば。もうやばい、どうしよう。おー、はい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 。何歌うんですか。浅田ゆんたん。はい、聞けるってよ、みんな。自分の三振を聞かないでね。いや無理で、無理でしょ。大丈夫かな。無理でしょ、聞かないでよって、ね、大丈夫かな。わからん、わからんね、いっか。え、こうたこうた、よし、いくよ、はい、ボイスも少し入れて、はい、さあ君はの中の茨の花かさゆいくれて帰ればやれほに引き止めるまた張りぬつんだらかぬしゃまよ。浮き名を立ててさあゆいゆい主は白ゆりやれほにままならぬまた張りぬ積んだらかぬしゃまよ。すいすいいやわすいささはりやすいすいすいスイ待って、ごめんね。さあ、たぐさ取るならいざよいつきよ。さあ、ゆいゆい二人で気兼ねもやれほに水いらずまた張りぬ積んだらかぬしゃまよ。はな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 、あれだね、あのエコさんが俺はダメだって言わなければよかったのに、俺はダメだって言ったから間違いも突っ込まれるよねみたいなのあるから。前よすごいよ、反響が。今さ、マヨが歌ったから観覧が852人。あ、すごいやつさ、パチパチパチがやばい。やった、何人いるのかなこれ。分からんやさ、分からん。ありがとうございます。蜂の数が多くてよ。ハチ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 。大きな声で言えないけど、来週からコウタと交代しないね。ああ、
交代、あれモーニングエイト出さんのに俺朝仕事だよなんかホサナ思い出すや、あーいいねあ、ホサナ出たんですか。そう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 、終わった前の番組だったさ本当は。はい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 、はい、もいなくなるよってチャーナチ、あれ実はちょっと俺と色恋で揉めてじゃあ、あんたシオンでしょ。シオン派、シオン派、じゃあさ、どっちかって言ったら向こうがイケペイ派、うん、あ、そうですか。そろそろ名古屋行こう、名古屋行こう、名古屋行こう、はいはい名古屋行こう、はい、あれ、あーで、あ、はいはいはい、はい、こんばんは、こんばんは、こんばんは、はい、いつも滑ってるとは限らないダンサーズです。はい、こんばんは。はい、滑る。はい、こんばんは。それが滑るっていうんだよ。あざーす。はいはい、ありがとう。はい。こんばんは。名古屋の滑り王子、マスクマンです。はい、今日は、今日はですね、決して滑りませんよ。今日はどこのツボを押されるんですか。今日はですね、マヤさんに押してもらいたいですね、ツボ。そこは笑いのツボって言わないと。あら、申し訳ありません。順調にありがとうございます。順調にありがとうございます。もしかしたらまた滑ってました？まあ、大丈夫ですよ。はい、大丈夫ですよ。大丈夫です。滑ってないと思いました？あら、いや、全然滑ってないですよ。僕のナチュラルトークですから。今ので、マヨと喋るのが3分短くなりましたね、今。ひぃはい。マヨさん、ちょっとお尋ねしますけども。はい。急だね、また。名古屋の、はい。青森王国さん、ハマちゃんご存知ですよね。ハマ、はい、ちゃん、あっちで歌いました。はい。ハマちゃんのお店でもライブやられたそうで。はい、そうです。今日はですね、はい。ハマちゃんからメッセージをいただいてますので。はい、ありがとうございます。ちょっと、ちょっとお呼びしたいと思います。はい、お願いします。まゆちゃん、頑張ってるか？頑張ってるよ。また CBC ラジオ、はい、一緒に出ましょう。あ、はい。お兄ちゃんはいつでも、どんな時でも待ってるからね。こういうメッセージをいただきました。ありがとうございます。嬉しい。なんすか、元彼です？そう、とか言って。そうそう、名古屋のお兄ちゃんって呼んでる。あ、そうね。そうなんですよ。嬉しいです。ありがとうございますと伝えててください。はい、すみません、ありがとうございます。はい、皆さん、僕もお兄ちゃんでいいでしょうか？あ、じゃあ第二の。あ、第二の。もう一人、こちらに名古屋にいますけども。この殴る音が気になる。はい、第二のお兄さんです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。実は我々チーム名古屋は、はい、青森王国は何度も行っておりまして、浜、はい、ちゃんのこともよく知ってます。おで、まあ、こういったお話、実はインターネットで調べたところ、浜、はいはい、ちゃんと一緒に写ってる写真も拝見させていただいて、はい、あ、名古屋にまたいらっしゃらないかなと。ぜひ心の奥から青森王国に行きます。今日なんかちょっと違ってない、なんかマヨさんはじめまして。はじめまして、名古屋から、もう一人います。溝煮込みすきと申します。はじめまして。はじめまして、ガネコマヨです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、青森王国はですね、はい、私たち結構名古屋のチームよく行きますので、はい、ぜひマヨさんにまた青森王国でも歌っていただきたいなと思います。いやー、ぜひ行きますので皆さん来てください。その時はあれ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はこの間は何なんだろう。間は何だろう。なんかでもいつもよりはクリアに聞こえるわけ、とっても。おい、ちょっとラジオ行こうよ。あ、嬉しい。クリアですか？とってもクリアなんだけど、間がすごい。うん。ちさ。いや、違うんです。実はこの名古屋チーム、うん、最近よく滑る滑るって言われて、うん、滑りをみんな気にしながら喋っております。みそさん、ありのままでいて。ありのままですか？はい。全然キョウキョウと喋ってるんですよ。イケペイさん、最近なんかマスクマンさんの影響を受けて滑ってるってよく言われてますよね、番組でも。本当ですか？初耳ですけど。なんか他の番組でもなんか滑るのは名古屋だけにしてよ、イケペイさんって言われてましたよね。え、なんすか、今ネガティブキャンペーンやってるんですか、イケペイの。あれ、今ネガティブキャンペーン中じゃなかったんですね。いや、大丈夫です。面白い。
池辺さん、はい、どっちか酔っ払ってない池辺さん、はい、大丈夫あのまだ全然酔っ払ってませんけど大丈夫ですよああそうじゃあの池辺さん、はい、でもどうしても滑り王国に入ってもらいたいもんですからあれお願いしたいですあれスカウト長のありでも今日はですね僕今日滑ってないでしょあ、はい今日はね、朝ですね朝ですね、はい、滑り止め配合のパックしてきましたんで今日は一日滑ってないと思うんですよはい、キューあれ今、今までの一連が滑ってますよトータルで滑ってますよやばいやばいもうこれがないと滑り王子になりませんのでなんか最近貫禄ついてきましたねもう自信満々やさやパッキューも手に入れて今ですねツイキャスの方でですね、うん、メイちゃんからです私も希望します滑り王国って書いてありますけどこれは、メイちゃん滑り王国に入国するってことですね。あ、わかりました。じゃあめいちゃんも滑り王国に入国ということで、またパスポートなんかお送りしましょうかね。ラジオネーム時点で滑ってますからね。めい、ね、ちゃんよかったね。早く滑り王国にいらっしゃい。うやがおり。あれもしかしてまた滑りました？めちゃくちゃ滑る。まあ、あ違うって違う。イケペイさんがってよ。何が？イケペイさんが私も希望どういうこと？めいちゃんよくわからん。ツイキャスで言ってるけど。いやもう。まあいやいやもうこれはイサも。はい。イケペイさん。はい。ダンサーズから言わせてもらいますと。はい。滑ってないですよ。本当に滑ってないですよ。ありがとうございます。全然滑ってないですこれそれ言ったら余計滑ってるように聞こえるなんすか今日はなんで俺もこんないっぱい巻き込まれないといけないんですか今日なんかあれだよもらい事故多いねせっかくだからマヨへの質問とか、うん、大丈夫ですか時間的にもあそろそろお時間となりました全然マヨに絡んでないけど大丈夫ですハマちゃんからの熱いメッセージはお伝えしたのかな。ああ、OK です。はい、今日はね、ハマちゃんからのメッセージをお伝えするという任務で私たち中継をやっております。以上でございました。嬉しいです。絶対に名古屋でお会いしましょう。はい、どうもありがとうございました。また名古屋でお会いしましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。名古屋から以上です。はい。そのついでに巻き込まれた、俺たまったもんじゃないですか。なんかあれだったね。なんかクリアだけどなんか今日おかしかったね名古屋ね。公演はキレがあるけど、うん、遠くにキレがある。なんか今日なんかおかしかったねちょっと。喋った後滑ってるか滑ってないかの過去に相場ですよね。うん、あ今滑った滑った滑った。あはいはいはいみたいな感じ。やばいマジ。もうでもパッキン連発だったね。パッキンあれ誰がやってるのか。なんかダンスさんじゃないですか。ボタンでルーピー的なのがあったんですよ。もしかして人が喋ってると思ってたんですか。うん。わまた味噌好きがそばで喋ってるのかなと思ってからよ。じゃあ効果音みたいにスマホに入れてから、ああジュリーな。あるんだ。できるそうそうこれでも。ああはい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 。あとで教えるよ。じゃあ、気分を変えるために、メール読みましょうね、ラジオネーム、一発ユーミーさんからあ、ユーミー来てたね、はい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 、フリムーンラジオの皆さん、はい、ゲストさん、ハイタイ、はい、昨日まで沖縄にいましたがその間にお会いできた皆さん、ありがとうございました。モーミーさんに会えなかったのがめっちゃ残念さて、スマホでしでかしたのはマイナーな機種ばかり購入してスマホカバーなどアクセサリー類が探してもなかったことかな。ではではありがとうございました。一発さんっていう人が愛知県の人で、はい、愛知県の沖縄上空でからさ、へえ、来てて土曜日俺も一緒に行ったんだけど、一緒ではないけど、どっちどっちどっち同じ、どっち FEC のお笑いライブに、あはい、たまたま一緒に行ったわけね。よく行きますよ。あそこの芸人が、ほとんどが一発ユーミさんを知ってた。へえ、すごい有名なんだ。有名人だ。だけど一番キーヤマ商店が面白いって言ってた。ゲストだったですよね今度ね。俺も同意見だったから。あやな。はーし。俺2カ年目から電話で喋ってるけど一回も会ったことないわけよ。いやー。そうなんだ。僕も会ったことないですね。あそうね。女みたいよ。女でしょ。えマジっすか。うん。通りで声高いなと思ったら。はい。なんでか入って。ちょっともう一回 CD かけられないですか。CD。だからね。CD。だから最後の方にあと1曲あるんで、もうちょっとしたら流そうかなってエンディングで思って用意してある。じゃあその間にマユにパッキン教えるっていう。
何をよ。待って、まあ、ちょっと暴走しすぎ。メールはもう大丈夫ですか。もうメールないですよ。あ、なんでメールが終わってしまったから、はい、ツイキャスは拾ってみる。うん、ツイキャスはね、味噌煮込みスキーさんが、うん、今日名古屋中継滑りすぎて凍りついてました。自覚症状あったようでよかったです。ありがとうございます。あ、ひふみさんから、うん、この下り参加するだけで大怪我する。ひふみさん当たってますよ。はい、はい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 。これであれよ、だわん少し宣伝だけど、推しよ、キラキラカール、はいはいはい、あれだ、来週出るんだけどさ、来週、あ、うん、金又伝太郎周りも来るって、一応闘牛場には。おお、来週、来週、来週だよ、来週日曜日よ、5月1日。あ、いけるな。あ、うん、で、相手の牛が宜野湾の牛だっけさ、こっちだっけ、すごい、おお、はいはい、見てきたけど、あのと名前がなんていう、女の子の名前だったけど、この牛よ、よしこぐらい、よしこって最近の名前よ、ノーグラ。最近名古屋の人？あやの、あやの花形っていうの。あやの花形。皆さん見に来てくださいね。どこでしたっけ？石川ドーム。石川ドーム、ああ、うん、あっちか。キラキラド、あ、キラキラドームにして、キラキラカールはあれ、もう最初に出るからさ、一番最初に。あ、一番最初なんだ。うん、何時からです？大喜利戦、あれ1時から試合開始は。ちなみに、ハウマッチ？2500円。おお、うん、はいはいはい。1日、うん、給料日、あとだから問題ないね。何曜日です？日曜日。おお、うん、ぜひ見に来てください。じゃあ前を一緒に行こうじゃん。 OK、 いいですね。 OK、 よっしゃ。 OK、 もういい夢見る。 OK、 シビアいな。コウタ、彼女に言っとこうな。ん、彼女ないのに。分かる。ん、まあいいや。おお、あ、マヨ、はい、いいことしてる。わた、うん、みんなよ、はい、ホーリムメンバーさ、はい、あれ言う、うん、星一つだけよ。星一つ、星一つ、星一つ、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 二つ、二、うん、つ、一つ、一つ、あれ、あ、星一つさんも、うん、つけるんだ。何、みんなが、みんなが何、あー、うっそー。本当、みんなこれだよ。うっそー。だから面白い、ごめんけど、うん、マヨは、うん、うちのパーソナリティ資格はない。あー、だから私も星が一つ、二つあれば。うん、さっき誰かが言ってたんじゃない、もっと汚い恋愛してるって。あ、言われた。そういうことよ。だ、これだっけさ。あ、なるほどね。誰、フリムンに入るんだったら、もう条件はこれだっけ。 あの、うん、緑の髪ね、うん、一回入れて抜かないといけない。あ、オッケー、緑の髪、明日持って行って入れてから、うん、2、3日後また。あ、そうですね、うん、あ、わかりました。そしたら、まず緑の髪描く前に、うん、茶色い髪描く。茶色い髪、これ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 、はいはいはい、これ後でちょっと待ってんの。勉強なるでしょ。すげー。呼んでみて、呼んでみて、呼んでみて。夫に、いいんですか、うん、いいよいいよ。夫になる人、みんなのイケペ、うん、1976年4月27日、うん、ここはガチだわけ、うん、住所、みんなの心の中、うん、やばいけど、ウケる。世帯主の氏名、イケペ、本籍、各局の電波、うん、え、面白い。父、パパイケペ、母、ママイケペ。何年、あ、何年、初めて見ました。言っとくけど、本物だよ、これ。本物、これちゃん、本物だよ。うん、本物を悪用してる。悪用してる。これってもらえるんですか？もらえる、もらえる。シャクシュってもらえるよ。返して、あの、他の人にもやりたいから。え、待って。母ちゃんにお願いして持ってきてもらったんだ。そうなんだ、面白い。あしがこれもらったら、あっちの人が説明を受けるよや。え、ここに何書いてあって、うん、これはあれですか、真剣。だから10分ぐらい話聞かんとダメだって。そうなんだ、うん、あ、もうそれも終わって緑の髪も出したら、うん、もうこっちに入れるんだ。そうそうそう、こっちに入れるわけさ。待っててくださいね。その間に、はいはい、俺なんか、うん、新たな星がついてる可能性。先を行く。早くしないと。はい、わかりました。もしかしたらあと2つがないとダメだなってかもしれんし。急いで急いで、じゃあ、はい、だんだん上がるって。やんばよ。怖いね。やだ、次の可能性があるのは誰かな。だ、はい、来週テーマ何ですか？テーマ何か？はい、来週のテーマはですね、春ですね、歓送迎会、居酒屋二次会でカラオケに行くフリムンの皆さんも多いんじゃないでしょうか。そこで来週のテーマは、あなたが盛り上げるカラオケ曲教えてちょんまげーというわけで。あ、じゃあこれ来週マヨも来ないといけない。イエーイ、カラオケ曲とかね。また来れるの？マヨカラオケは何歌うの？あ、何でも歌いますよ。もう演歌でも民謡みたいなんでも。ワイドワイドとか歌う？あ、歌う。歌わん。歌わん。そう、
いろんなの歌いますね。来週もじゃあ来ようと。もうこれ聞きたいな、真夜のカラオケ。これまたメール結構来るんじゃないですか。気付きのいいテーマっすね。じゃあ来月じゃないね、来週、まあ、来週ね、うん、来週カラオケの曲です。はい、待ってます。はいはい、みんな待ってますので、あのフリーでもいいですので、うん、また、ね、送ってきてくださいね。あのツイキャスでひーふーみーさんが、うん、クリムーンシンカーもモーニング8の月曜日にメールしないとって。どこからメールするんですか。俺やってるよ、毎週やってるよ。待ってますよ。足が割ったもん、もろあれやらね、うん、赤線もろ、いやいや割ったじゃない、モーミンさんのモーミンのだけまたまたモーミンのだけ呼んだらダメ。あーなーなーなー、オッケー。じゃあ、ね、じゃあ来週はっていうことでカラオケで一番盛り上がる曲を、うん、曲自分がでしょ、自分が、自分が、そうそうそう、まあ18番ですよ、要するにお箱、うん、お箱、うん、はい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 、やってもらいたいなと思います。またこの僕はカーペンターです。このま、マヨの CD もよろしくお願いします。見えるこっちが、あ、これもうちょっと下げて、おいくら万円ポッキリ、もうちょっと上、もうちょっと上、はい、1000円、はい、1000円、はい、これ買ったらもれなくあのマヨの雲毛姿も載ってる。あ、そう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 、ひらかんと見えないからね。だからね、はい、いいし、買わないともうこれ見れないから。そう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 、よろしくお願いします。はいはい、じゃあ今日、はい、今日の担当は、はい、MC もみ、はい、マヨと、はい、エコザエロです。コウタとイケペ、はいはい、また来週ね、皆さん待ってるからね。ありがとうございました。はいはい、ありがとう、ありがとうございました。来週もマヨ来るかな、イエーイ